おはようございます。この度、登録人数800人超えました。はい、頑張った頑張った。これはですね、登録人数800人ってものすごい数字なんだけど、これほとんどまあ、700何十人かは私が登録したので、そのお返しに登録してもらった感じです。はい、なので私の実力、本当の登録人数は多分2、30人ってところかなって思います。はい。でですね、私の目標は1000人です。1000人と、あと動画の視聴時間が4000時間です。1000人と4000時間、これを達成すると収益化ができるそうです。で、今ね、2000何百時間なのね。で、あと1500時間必要なんだけど、このままね、登録人数を増やすと、多分ね、3000時間くらいで登録人数が1000人になっちゃうと思うのね。で、なんかもうせっかくだし、なんかもう増やすのね、時間かかる。はい。だから、少しペースゆっくりにしようと思います。はい、これ以降はゆっくりゆっくり登録人数増やしていきたいと思います。はい、で、私がこれどうやって800何十人まで増やしたのかなんだけど、お返し目的で登録しまくって増やしました。はい、結構ね、お返ししてくれるの、みんな。私今どうなんだろう、1万人くらい登録したかな。ね、1万は登録してないかもしれない。まあまあ、8000人は登録したと思うんだけど、結構な人数返してくれます。多分ね、もうね、2000人くらいは私の登録に返してくれたと思うのね。でも、ただ返してくれただけじゃダメで、私の動画をちょこっと見て、その後、登録ボタンを押さないとスパム扱いになって、反映されないから、今800何人です。はいはい、これは無職の力、無職の有り余る時間を使って800何十人まで増やしました。普通に働いてる人はこんなことできないです。いやできるか、相手の動画見ないで登録ボタンだけ押せばできるけど、私はさすがに そんなことはできません。ちゃんと相手の動画を5分以上見て登録してます。5分、まあ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 、4分とか3分だったりするんだけどね。はい。っていうかさ、こんなことやんないで動画のクオリティを上げるべきだというのは分かってます。ものすごい分かってます。こんなズル、時間を使ったズルよりも動画のクオリティを上げて、みんなから愛される動画をちゃんと作る。それが一番いいの分かってるんだけど、私にはそんなことできません。センスも何もないです。でもお金は欲しいです。なので、はい。時間を使ってズルをして、登録人数増やしてます。でですね、このね、私は今、外国人を登録して増やしてるんだけど、日本人相手に、お返し目的で登録しまくって増やすという方法もあります。はい。でも、それは私はしません。おととし、別のチャンネルで私は動画を投稿してました。で、その時ね、今と違って、コメントしまくる、日本人の返してくれそうな人を登録したりもするんだけど、あと、と、あの、コメント、コメントするっていう方法をとってたのね。で、それは失敗でした。はい。で、なんかね、日本人はね、外人よりもね、丁寧、すごく丁寧。まあ、同じ言語だから、ちゃんと相手の動画を見たような内容に、動画の内容に即したコメントを打ってくれるのね。で、打つ、相手の動画の内容に即したない、あの、コメントを打つには、相手の動画を見なければいけないでしょ？だからね、なんかね、
しんどかった。相手は私の動画に興味がない、なのに私の動画を見てくれるの。なんて無駄な時間を、無駄な時間と無駄な労働力をなんかやんなくていいじゃん、興味ない動画なんて見なくていいじゃん。でもコメントするために見なきゃいけないの。これはちょっとまずい、良くない。はい、なので相手が私の動画を見なくてもコメントしやすいように私は動画の工夫をしました。最初の10秒か20秒見てくれればなんてコメントすればそれっぽい、空気が読めるコメントができるのかみたいなのを考えて、今日みんなご飯何食べた、何食べたかコメント欄に書いていってね、書いていったら戻っていいよじゃあねみたいな、そんなもうね身内向けの動画を私は最後の方は作ってました。はい、それは良くないです。私もね、他の人のクソつまんねえ動画を見て、コメントしなきゃいけなかった。それで分かった、私も相手に同じことをさせていると。だから相手が、しんどい思いしなくてもいいようにしたんだけど、それは私が本来やりたかったことではないと思いました。はい、なんか上手に作れない。まあ空気を読んだ慣れ合いがしんどかった。はい、これも理由の一つなんだけど、もう一個のっていうか最大の理由は、なんか幻聴が聞こえてきたんだよね。いや、なんかやばい、幻聴が聞こえたっていうと私やばい人みたいなんだけど、すぐ幻聴は収まりました。3週間くらいで収まりました。結構ね、幻聴ってね、私もね、幻聴を聞くまではやばいもんだと思ってたの。幻聴って統合失調症じゃねえのみたいな、やばい症状だと思ったんだけど、結構簡単に幻聴は聞こえます。はい、私は2年前初めてでもないか、ファミマのチャイムあるじゃん。バイトしまくって同じ音を聞きまくるとファミマのチャイムが聞こえたりするらしいんだわ。あとヤマダ電機で働くとヤマダ電機のテーマソングが聞こえたり、するみたいなんだ。てか私も子供の頃家のチャイムの音がなんか聞こえたことあったから泣けないのに。ていうか私だけじゃなくて私の妹も、家族全員鳴ってないけど、なんかチャイムの音が鳴った気がしてたのね。だからそんなやばくないのかもしれないけど、私は一昨年幻聴が聞こえてやべえなと思ったからそのチャンネルを捨てました。はい、でもこの女幻聴聞こえてるのかやばいじゃん、病気じゃんみたいに思われたまんまを締めるのは嫌なので、次回に続きます。まあそういう理由があったならしょうがないよねっていうか、お前コミュニケーションスキルなさすぎじゃんみたいな、そういうお話を次回します。なんかもう本当上手に喋れなくてごめんなさい。はい、では次回、おととし時間をかけてすごい育てていたチャンネルを捨てるまでのお話しようと思います